3番小泉夢奈まで4番尾形が入れそうで残り2周となりました。4番尾形真央のポジションは4番手、直後に1番橋本楓、6番手2番西島加奈子、最候補になった6番佐々木彩です。佐藤ノアの前受け変わらず、動いた5番藤原春日、3番小泉夢奈とそれぞれ 2,3 番手に入って残り1周半、中段真っ只中にいる4番尾形を4番手で鐘を聞いています。佐藤ノア先頭で2番手に6写真リードを取ってスパートに入りました。短期で先行体制7番佐藤ノア、後続に9写真リードを取って最終周回第2先行で追いかける5番藤原春日2番手、3番小泉夢奈3番手、4番手は4番尾形真央、後ろに備えながらただ一人まくりました。藤原春日がいっぱいになって4番手から強烈なまくりで4番尾形が迫ってきて、西島加奈子はまだ後方だ、逃げる7番佐藤ノア、これを捉えた4番尾形真央、3番手も後続は足色は五分五分、4番尾形真央降臨、2着は7番佐藤ノア粘りました。